guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということで、今回は久しぶりの投稿になってしまいましたが、なでしこジャパンの選手を紹介ということで、やっていくんですけれども、いつも一人で寂しいので、ちょっとここにキーパーグローブ、お気に入りのキーパーグローブたちを並べてみました。あと、くまさんも一緒にやっていきます。はい。ということで、なでしこジャパンの試合、皆さん見たことありますか？ありますか？ちなみになんですけど、今どういう方が、誰が監督されてるとかっていうのも知ってますか？はい。もしかしたら知らない方もいらっしゃると思いますし、まあ知ってる人もいると思うんですけれども、ぜひね、なでしこジャパン、私も女子サッカーずっとやってきてるので、なでしこジャパンのこともっと知ってもらいたいし、試合ももっともっと応援してもらいたいっていうのもあるので、ぜひね、今日は簡単に、本当に簡単になんですけど、ご紹介していこうかなっていうふうに思います。まずちょっとね、ここに資料があるのではい、なでしこジャパンはですね、ワールドカップ1回優勝しましたよね。2011年でしたっけ。はい、ワールドカップは8回出場で、2011年に優勝で、オリンピックは4回出場していて、2012年のオリンピック、ロンドンオリンピックですね、で、準優勝してます。で、実はこの時、私ちょうど2012年ってイギリスにサッカー留学してたので、現地にいて、この決勝戦、なでしこジャパン日本対アメリカの決勝戦をロンドンのウェンブリースタジアムに見に行ってるんですよ。ね、めちゃめちゃ興奮しましたね。もうちょっとでも優勝できるかなとも思ったんですけど、ちょっと残念ながら準優勝だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。またね、男子とは違った見応えがあって、こう駆け引きの部分だったりとか、あとはもう選手たちのぶつかり合いですよね。もう本当に迫力、男子にも劣らないゲームの楽しさがすごいね、魅力だと思いますね。で、アジアカップっていうのが実は今年も行われていて、実はですね、日本今年の4月5月だったかなと、あと2014年2回ね、優勝してるんですよ。なでしこジャパン結構FIFA ランクも上の方なので、はい、で、そういう活躍をしているなでしこジャパンなんですけども、今監督をされている方が、高倉麻子さんっていう女性の監督なんですね。女性の監督っていうのが日本国内で AA 代表男子女子合わせても初の女性の監督さんっていうことで、高倉さん自身も選手時代はですね、代表とかに入ってまして、アトランタオリンピックとかにも出場しています。で、監督としてもですね、すごくいろんな成績を残されてまして、Under-16 のアジアカップで優勝されてたりとか、アジアの、ちょっと待ってくださいね、これ長いんですよ、 AFC アジアですね、アジアの女子年間最優秀監督を4年連続で選出されてる、もうものすごくすごい方ですね。はい。で、実はここだけの話、私高倉さんとちょっと面識がありまして、かなり何回も本当にお世話になって、もう指導者としてもそうなんですけど、人間としてもこういろいろ成長させていただいた、本当にお世話になった方なんですけど、本当に気さくで、なんていうんだろう、選手とのコミュニケーションの取り方が非常にうまい指導者の方だなっていうふうに思います。オンとオフの切り替えがもうはっきりされてて、こう自分の高倉さんの雰囲気をこう作って選手たちを巻き込んで、まあ、モチベーション上げたりとかっていう指導をしてたりとかっていうところが本当に優れているなっていうふうに感じてました。で、やっぱりそのサッカーの知識量とか、あと教え方っていうところも、もちろん日本代表の監督をされてる方なのですごいんですけど、本当に気さくな、本当にいい方、本当にってめっちゃ何回も言ってますけど、何回言ったんだ本当にって、本当にお世話に、本当に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 いい方。はい、っていう感じなんですけど、で、今回ご紹介する選手は TGK ライトアップ TV、 TGK なんで、
っぱりゴールキーパーのね選手を紹介したいなと思ってるわけですよ。山下彩香選手ですね、1995年9月29日生まれ、23歳、私の1個下ですね。私今1994年生まれなので、あ、1個下なんだ、年上と思ってた今日テレベレーザで、ゴールキーパーをしている選手です。あのこの選手驚きなのが、山下選手驚きなのが、ゴールキーパーを始めたのいつだと思います？あのゴールキーパー、サッカー自体を始めたのは小学生から始められてるみたいなんですけど、あのずっとフィールドをやられてたと。で高校生の時にゴールキーパーに転身して、高校1年生の時ですね。それからまあ日本代表まで上り詰めていると。すごくないですか？すごいですよね。もうセンスがあったんでしょうね。結構あの身長も170センチで、女子の方では結構高い身長なので、はい。であの今回はその山下選手のナイスプレー集というかセーブ集っていうのを準備しましたので、ご覧ください。どうぞ。もうめちゃくちゃかっこよくないですか？キーパー、あのルックスもそうなんですけど、プレーもかっこいい、すごくかっこいい。であのキーパーのコーチなのか、もっと専門的なことを言えよって思うじゃないですか。あの専門的なことっていうか、あのざっくりとなんですけど、やっぱりすごい高い、本当に基本的な技術がのレベルが本当に高いなって。例えばこういうシーンとかでもですね、がっちり掴んで離さない。ダイビングしながらのキャッチングって結構難しかったりするんですけど、こう落としがちだったりとか、簡単に弾いてしまったりとかっていうのをよく見かけるんですけど、ここでしっかりキャッチしてマイボールにしてから攻撃につなげる。で、あと1対1の部分とかでもいい予測とか、いいポジショニング準備っていうのが非常にできている選手なんじゃないかなって。プランニングがはっきりしているというか。でそこにやっぱり持ち前のその勇気というかアグレッシブさっていうのは加わって、やっぱこういったあのシーンでも止めることができる、うん、あのクロスボールとかに関してもガンガン出ていくんですよね。あのなんていうんですかね、ゴールエリア内、まあ、いわゆるキーパーが守らなければいけないよっていうふうに言われてるエリア、そこに対しても本当にあの自分でしっかり行くっていう判断を持ってて、あのパンチングであったりとか、あとはまあキャッチングっていうところですね、しっかり競りに行ける、そこは本当にあの素晴らしい選手なんじゃないかなって。ここぞという時に止めてくれるやっぱりキーパーの選手っていうのは、あの本当に信頼がチームの人から得れますよね。であとはやっぱり声コーチングとかコミュニケーションもしっかり取れてるようなあのシーンも何か所かありましたし、やっぱり
コーチング声出せ声出せってやっぱキーパーの人たち言われると思うんですけど、もちろん声も出すこと大事です。コミュニケーション取れるに越したことはありません。ただ例えばプロの世界とかなってきて何百人何千人っていう風な観客の皆さんがいる中でこう自分の声を伝えれるような大きい声を出すこと、あとはそのいくらねやっぱコミュニケーションを取ってもディフェンスが完璧にそこを止めてくれる、でシュートを絶対打たせない、 100% 打ってこさせないようにできるっていうのは難しいと思います。やっぱりディフェンスも抜かれることあるし、裏取られることもある。でそういう時に備えてキーパーがどんなプランニングをして、ね、シュートを止めれるのか、やっぱここがキーパーの醍醐味であるし面白いところなんじゃないかなっていうふうに思います。今回は山下選手、キーパーの選手をご紹介しました。ぜひね、機会がある方は日テレベレーザの試合、あとはなでしこジャパンの試合とかもぜひぜひチェックして山下選手の活躍を見てみてください。ものすごくかっこいいです。はい、では今回の TGK ライトアップ TV はここまで。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、いいねお願いします。それではここまで。バイバーイ。 See ya.